9月の大体半ば、はい、にあのちょうどなんか敬老の日ってあります、ね、あ、ありがとうございます。あの時期にこの牛島のお祭りなんです、はい、すごいですね。いや、あのなかなかの、私すごいのが好きなんですけど何がすごいか分かんないから そんなみこしがいっぱい出る、あとあの凄まじいそうですね、みこしがある、はい、そういうのなかなかわからないんですね。あのみこしのほうですね、ちょっと上がっちゃうんですよね、はい、うちのみこしのほうっていうのは逆に上、奥が上がって下降りて、それは重いから飾りみこし、女みこしです。こういうのは女みこし、女みこしってのはだから髪の毛を垂らすっていう、昔の江戸時代とか平安時代は長い髪が女性の髪だって、ちょっと休憩です。それはわかります。そうそう、ここはみんな曲げ言って上に上がってると、オスの方は、曲げを曲げをもじったのがオスの方なんです。オナ全部あんなにこうしたのかな、どこの方を見たらみんな強いかですよね、全然ね、でもこういう方法があるんですね。くんちゃん遅い、くんちゃん遅い、日本でもね、そんな風に行ってないけど、いや、あの男子と女子があるって知りませんでした。そうそうそう昔、三越に飾ったんですよ。価値があるんですね。いや、みこしだけで言うと、なんていうかですね、あの男でもない、女でもない、ハーフの人が担ぐみこしが、あのなんかあの川崎の方にあるらしいですけど、私も撮影に行きますけど、はい、まあまあ、まあ、あれはあれでいいと思う。この本体通りも、明日も、多分みこし出てるんだけど、3つがないみこしです。あれはどのみこしから見たら、よくこんなのもっと担ぎ棒の上に台が乗っかって、その上にみこしが乗っかってっていう、まあこれも一つの形なんですけどね。すごいんですね。うちのみこしっていうのは206寸符、結構大きくありますね。206寸符と、まあ大きいですね。ですよね。もっと大きいのは302寸符のあるんですよ。302寸符の台座がある。でも重量なんですよ。どんな気を使ってるんですか。まあ中身とかこう、ね、太さとかこういうの、修理して、うちの紹介はね、大みこし、中みこし、小みこし、大みこし、すごいですね、4つ持ってます。4つ持ってて、その4つの修理で1000万かけて直したけど、直しきれなかった。ここからお金を出してほしいですね。いくら出しても、だから直せないとそれだけなんていうの、その当時の匠と言われるような人が集まって作ってる。今の人たちの技術では難しい。あ、もう難しいというか、でその時の修理した時に、その職人さんが、小僧さんでいた人がいた。私もこのみこし、このみこしを見て、あ、このみこし私もどっか手伝ったよ。そのぐらいしかわからないね。技術が失われるのは本当に悲しいことです。持って帰ってもいいし、あの9月の、だから半ば、お修行の祭りなら、もう50町会ずっと2日でも歩ききれるんだ。そんなすごいのがあるんですね。知りませんでした。いやー、まあ